はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。夫婦で、インスト、いろんな曲やります。皆さんがほとんど知ってる曲ばかりですね。今回皆さん初めてですね。はい。いや、多分知ってるんですよ。何回か対話してるんですよ、本当に。うん、でも、いやいや、僕がいつこういう学校に出て、ほんであと終わったらすぐ脱いで一般の人に戻るんで、だからもう全く分からないです、誰もね。本当分からない。分からん。全然分からん。分からん。あんた誰だこれ。いやいや、まあ、謎でいいんですよ。俺も金髪の紫赤でも揃えねんけどね。でもね、これ結構ね、こういうの癖になってくる。だんだん衣装増えますよ。増えますよ。どん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 。あの子みたいな。これでも今日のために行こうてんで。それかっこいい。それかっこいい。あ、いいですね。考えやけど。なかなかいいですよ。で、一時期ね、僕ね、女装しとったんですよ。やっぱり実は、本当に。思いっきりしてますよ。その時全然分からへんかって。で、ほとんど9割以上がね、女性やと信じたと。ほんで、その時フェイスブックで、男性のファンがものすごく増えて、で喋ったら分かるでしょ。で手つないでも分かるんですよ。だから徹底してね、手袋して触るときは。で全然喋らない。そこで考えるよ。考えます。もうとことん。ほんであと終わったら全部脱いで、もうメイクを取って、ほんで普通にしとったらもう誰か分からない。さっきの人だ。さっきのどこ行ったの、あの綺麗なお姉さんどこ行ったのって。綺麗なお姉さん。あと後で見せますわ。後で見せるよ。あの見たい見たい。惚れますよ。変わるよ。言いながら、そろそろまず1曲から1曲目から始めていきますね。はい、ちょっと待ってね。で1曲目、インストスクエアさんの。トゥルースです。
これ M1 があれやったな。ちょっと待ってね、あのね、はい、これ撮るの忘れてました。撮る録画、録画帰ったら怒られますよ。怒られるの、奥さんに、はい、叩かれる、叩かれる。写真撮ってこないですもんね。よし、今ちゃんと映ってますか、撮りますか。ティースクエア、奥さんは怖いな、怒られた、怖い。それすげえ、めっちゃ怖い。あんまり言うたらね、ほんまに帰られないからやめなさい。いやいや、もう女性が強い方が幸せなんですね。そうです。ですもうゴンさんも言ってありました。いやもうそれは間違いない。間違いないですね。なんか言うた。いや本当やっぱり悪かった時は全てごめんなさい。謝って僕は悪くございました。悪いことした。悪いこと、いや覚えないんですけどね、覚えないんやけど。とにかく謝ったって大丈夫かなっていう。些細なことで揉めるんよ。些細なこと。そうです。だからね、どこでね、やっぱりスイッチ入るかわからんので、スイッチがどこいつ地雷踏んだかなって。地雷。なりますよね。やめとこう。顔を笑ってはるけど目は笑ってはる。やめてください。やめてください。ちょっとね。ちょっと、まあ、低いからもう一個入れようかな。なかなか新しいやり方やな。じゃあ次ちょっと、続けてクラシックの名曲をやるんですよ。ギタリストの中瀬の虫の練習みたいな、ね、曲をやりますんで、ね、聞いたらすぐ分かりますんで。
げえ。今日ね、まあ調子いいですわ。調子悪い時って、なんかね、むちゃくちゃなんですけどね、こんな時ないですか、こう、自分が調子悪い時って、こう、こうあって、ほんで、この一番下の時にライブがあった時は、これ悲惨ですわ。もう、それがね、いつやと。まあ、最近もやったな、これ。彼女はね、結構、もうクラシック で楽をピチッと見てできるんですよ。で、ギターやったら、大体みんなそうや思うんですけど、楽を読めないですよね。わかりますよね、先生。本当、だから、楽を読めないんで、結局、一生懸命覚えるけど、だんだん曲が多くなってきたら、だんだんもう重なってきて、どんどんデリートされていくんでね。で、もう、しまいに、どこやったかなってね、ほんで、わからんって。で、わからんのうちに、まあ、やるもんやから、もうそうなったらもう、この下のとこでも うごめとかしゃあない状況ですよ、もう、うん。で、その日のライブをずっともう終わるんで、ね、願って。で、あとまあ、帰ってから来られてええわ、感じで。いや、怒られますよ、大丈夫ですよ。優しいんですよ、本当ね。ちゃんと、しっかりフォロー。今日はダメやったねって。うん、まあ、ねって言われる。それが帰ったらもう敬語ですわ。それがね、うまくいく秘訣だと思う。そうです。そうですよ。聞いてる？ということで、何で俺やねん。いやいや、人生の大先輩のような感じで。みんな笑ってるやん。結構年いった方続けてられる方って少ないですよね。もうだんだん神戸でだんだん僕一番上ちゃうかなと思ってて、今70代聞いてもうホッとしましたね。いやもう本当ですけど大先輩で、いやもう65近くなったら だいたい特に私なんかね、僕なんかねハードロックやっとったんで、だからいないんですよ。みんなもう辞めていって、うん、65なんですか。64です。全然見えへん。すげえ。ほんまですか。そういう、ほんますげえ。あとなんか、おごります、あと。あれやったな、しんちゃん。いえ、ええこと出た。いえ、本当は奥さんもじゃあ、それぐらい。な。奥さんは若いですね。しばかれる。それは戦える。奥さんは若いですね。知りませんよ。どうなるか。いや、これでも、ここ取っちゃうんですよ、実は。あ、ね、やっぱりね。いや、奥様は若いなと思って。うん。肌の張りが違うもん。ちゃうもん。ちゃいますやっぱり。肌の張りが。必死や、ほろ必死や。でも音より裸い。ねえ、僕なんかとか一緒思ったら、お前介護するために一緒になってやろうとか、介護させるんやろと。だんだんそんな言われてて、もうそれもいいかなと思って。お願いします。では次は奥様ちゃおんやん。すごいよ。ちゃおんやん。何でしたか。いいですね。ねえ、ほら、まあ、もう忘れましたよね。次曲えらいことや。あらあら、デリートされた。デリート、ちょっと待って。ちゃおもろい。はい、ええです。
スタンディングオベーション。何回も頑張りました。まだもう一つ何回残ってました。10回ぐらい見に行ったもんな。ちょっと心のチューニングしますね。元気コピーです。すごい。ガリレオ。ガリレオとテープレアとか。ガリレオ、ガリレオ。すごい場所さ。よいしょ。よいしょ、いただきますね。あかんやろ。よいしょ、日本人。次もクリーンちゃうクイーンの曲をやりたいと思います。Don't Stop Me Now ね、やりたいんですけども、ちょっとちょっとセッションつけてください。タンバリン叩いてください。途中から速くなるんですよ。イントロ終わって、わかります。お願いします。ロッコさん、ロッコさん、ロッコさん。久しぶりに会ったんですから。俺知ってる。タンバリン。タンタンタンバリン。いや、それでもいいですか。ゴンゾーみたいなやつね。ゴンゾー。ゴンゾー。ゴンゾーって知らん。タンバリンパフォーマンス。じゃあ、行きます。
します。イエーイ。おもちゃみたいですね。なんかいや、ちょっと触れた方がいいな。すごいわ。大丈夫かな。いやもうすごいリズム感取れてる。びっくりした。早すぎて。やっぱり 大先輩ですね。さすがに。これね、さすがにもう。用取っても関係ない。用取って。もうさんざん、背中にコケ入っとるからね。なんかコケ入っとるからね。コケ。コケね。コケ入れます。ね、コケで思い出してる。僕はサラリーマン時代にシンガポール一年おったんですよ。で、シンガポールって暑いでしょ。で、すごく湿っぽいんですよ。ほんでね、ある時に背中かいなかいなと思って、で、背中にカビ、日本に行ったらね、必ずなるんですよ。え、そうなの。ほんま、ほんま。でも向こうの方が湿度って低いんです。めっちゃ高いです。めっちゃ高いですか。高いです、めっちゃ高いです。ほんで、水も生で飲んだらアウトですよ。あ、ネタアウトね。ほんで、それも絶対日本にやるんですよ。僕も行ってすぐひねって飲んで、あ、お前あかんで言われて、え？って言って、ほんならもう一週間後にアウトです。もうそれぐらいのね。P の W。もうだからミネラル絶対買わなきゃいけないし、でも背中にカビがやったらちょっとショックですかね。めちゃくちゃ痒いんですよ、ほんまに。ほんで医者行っても。ノンプロブレム。問題ない。心配ない。いや、ほんま会議ねんって。なんだ、会議とか言って、こういうとこでやったら。猫かって。まあ、シンガポール行くときは、孫の手絶対必須やね。あ、そう、むしりますけど、ほんま会議ですよ、ほんま。ね、なんか1年おって帰ってきて、日本はええな思って、一番初め帰ってきて食べたのが、鮭のお茶漬けでした。もう、もうしかない。鉄板やね。鉄板です、ほんまね。鉄板です。ということで最後の曲になります。最後の曲はちょっとかっこよく、博士太郎さん、ジョーンスタイル。おお、いや、ほんまですよ、やるんですよ、これ。お箱ですね、とか言って。へぇー、困った。よろしくお願いします。
すごい。もう今日嬉しくなって喜んで帰れます。すごい。かっこいい。すごいですね。